ありがとうございます。ありがとうございます。買おうと思ったんですか？そうですね、そもそも我々は廃棄野菜を回収して乾燥野菜を作るっていう事業をやってます。お疲れ、母ちゃん。 Hello 皆さん、 Happy morning 元気じゃねえ、母ちゃん。そうでしょう、元気なかったら幸せがね、出るでしょ。それそれそれ、その元気がいいですね。ということで、皆さん、ありがとうございます。はい、今見てもらったように、今日はあのテレビの取材は NHK でございました。お疲れでした、母ちゃん。お疲れ、すごいよね、YouTube で見つけて。そうそう、YouTube から岡田さんとこ見つけて、ちょっと取材に来ましたということで。ね、はい、ありがたいね、いろんなとこげ、あのチェンゲン祭が広がるけね、みんなに知ってもらえるようないいことですよね。ありがたいね。はい、ちゅうことで母ちゃん、まあ、今回もまた放送日が決まったら詳しく皆さんにお伝えしますけども、で皆さん見てくださいね、はい、NHK。 そうそう、 NHK で、まあ、今回も水害のことでの取材だったんじゃけど、うちの何個か前の動画でもやった、ね、今回水害に遭うて泥付きでちょっと出すとこがないチンゲン菜を出せるようになった株式会社発見さん、うん、あそこの田村さん来たでしょ。そうそうそう、もう来てもらって、ちょっとまあ一緒にその NHK の取材に出てもらったんだけど、そのまあわしらが出したチンゲン菜がどんなことになっとるか言ったら、こういうことになってる。見て見て、母ちゃん、これちょっとこれもう開けてしまうときあれだけど、まあそれでもわかると思うよ、母ちゃん、これちょっと見てみて、これもうまあ開けとるけどね、そう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 、それチンゲン菜だっけ。ちょっと匂い嗅いでみて、もう開けとるけどね、すごいんよ、チンゲン菜。うん、俺チンゲン菜。すごい匂いが。うん、すごいじゃろ。なんかお菓子みたい。うん、そうそう、なんか海苔のようなね、なんか。うん。それね、食べれるよそのまんま。わしもさっき食べたけど。食べれる。食べれる食べれる。すごい、なんかお菓子みたい。うん。ね、なんか味もなんかギュッとこうなった感じで、そのまんまでもなんか味があるじゃろ。すごい ねやっぱりチンゲン菜何でも合うよね。何でもできるよ、何でも合うよ、ね、これご飯に上とか、そう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 、ふりかけみたいにしたりね、味噌汁、ああそうそう、味噌汁にパッとこうドライを入れたらそのまま戻るけね、戻ってチンゲン菜になる。で水で戻して、わしカメのうちのカメちゃんのスマイル君にの餌にしてみようかな、もう水で戻したやつよね。エベンリーいい感がいいね、父ちゃん。すごいよね。ね、すごいね、父ちゃん。辛いことからでも、新しい、ね、なんか新しいこと生まれるって。まよね。まさにその。ありがたいね。そうそう。いや、ほんま、これなんか面白いけね、母ちゃん。今後この、ハッピーチゲンサイチャンネルでいろいろ試してやってみる。今日はまあちょっとできんかもしれんけどもね、いろいろさっき母ちゃんみたいに味噌汁とか水で戻したりとかパスタとかこのまんま、まあ塩かけて食うとかいろいろいろんな使い方、どんなんができるかやっていこうや、今後ね。楽しみね、うん、皆さん楽しみですね。はい、ということで、やっぱり大変けどいいことあるよね。だから皆さんハッピースマイル。そうそう、その母ちゃんがおれば大丈夫よ。やっぱり仲良しが一番でございます、母ちゃん。はいはい、仕事仕事。はいはい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、今ねお昼ご飯に帰ってきて、母ちゃんに辛いラーメンを作ってもらいましたが、これにさっきのね株式会社発見のドライチンゲン菜を入れてみます。どんな感じになるか。これでちょっとねスープで
どんな感じで戻るのか。見た感じはいいね、母ちゃんね。まあインスタンけど、チンゲン菜は栄養たっぷりけね。そう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 。で、そろそろいいかな。どんな感じで戻るか。ああ、もうパリパリじゃったのがふやふやになってきたね。はい、ちょっとチンゲン菜をいただいてみます。あーはーはー、まあ、母ちゃん食べてみて、もうちょっとまあ戻った方がいいかもしれんけど、まあでもパッとこうチンゲン菜を使えて便利かも。うん、これはこれでありかもね。美味しそう。これチンゲン菜ですよ。うん。ね、独特の食感でいいじゃろ、母ちゃん。いけるね、父ちゃんこれ、うん。まあ生のチンゲン菜とはまたちょっと違うんだけど、うん、ちょっとスープで戻った感じで、まあ独特な食感ではあるけど、あ、これはこれでありよね。ね、これ超便利よね。うん、便利便利。あとヘルティシー。うん、すごい助かるわ。ね、もうパッと入れるだけだよね。まあこれがね、このまんまドライチンゲン菜としてまだ商品化なってないんで、まあ皆さんはちょっとあれかもしれませんが、今後いろんな形でね加工されて販売される予定なので、楽しみに待ってきてくださいね。楽しみよね皆さん。今後もうちのチャンネルでいろいろやってみようよ。どんな食べ方があるかね。ね、今後のドライチンゲン菜に交互期待ということで、楽しみですね。皆さんよろしくお願いします。はい、ということでね、今日はまあ朝からまたメディアの取材ということで、今日はNHK さんの方に来ていただいて、まあうちのまたその水害後の様子と、それとまた先日ね、僕のチャンネルでもご紹介した株式会社八軒さんね、僕が水害で、ダメになったチンゲン菜を出荷させてもらったところですね。これも八軒さんとの対談動画も何日か前に上がってますけども、廃棄野菜をね、なくそうと、食品ロスをなくそうということで、立ち上がったベンチャー企業なんですけども、そこの田村さんも来ていただいてね、一緒に NHK さんの取材を受けていただいて、でまあその実際に八軒さんのところでやっている乾燥野菜、乾燥ベジタブル、それのチンゲン菜の乾燥チンゲン菜をちょっとあって、ちょっとまあ母ちゃんと食べてみたりしましたけども、あれはまあまだあそこから形で販売するんではなくてですね、あっからまたいろいろと加工するいろんな計画があるらしいんでね。で、その乾燥野菜の事業をもうちょっと、大きくしていこうということで、今とりあえず今度クラウドファンディングでね、いろいろ募るらしいので、またその辺の詳しい詳細が分かったらね、ご紹介しますので、このプロジェクトにねご賛同いただける方はね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。で、その取材はまあ昼までで終わったんですけども、午後はまだまだやることあるんですけども、今とりあえずですね、これ先日原田農園の原田さんに持ってきていただいたペーパーポットの種まきを今したところなんですが、この様子はまた後日お届けしようと思いますのでね、楽しみにしとっていただければと思います。はい、ということで、今日は NHK さんの取材と株式会社八軒さんの乾燥チンゲン菜で、取れ高いっぱいであろうということで、この辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、また明日、ハッピーチンゲン菜。乾燥チンゲン菜だけで一杯飲めるで。